英のサカリカイラは、フィンランドの哲学者、評論家、教師。彼は、心理学、物理学、演劇など多くの分野を研究しており、人間科学と自然科学の様々な分野の間の共通した原則を見つけようとした。英のカイラと妻のアンナ・ロビサス・ネルマン、1945年、頃。ロ。英のカイラは1890年8月9日に、 当時ロシア帝国領のフィンランド大公国、アラヤルビで生まれた。カイラの父、エルッキ・カイラは、プロテスタントの牧師であり、後に大主教に著されている。A のカイラは1910年にヘルシンキ大学を出て、1920年代にトゥルク大学で文芸評論と心理学の教授を務めた。彼は、ゲシュタルト心理学をフィンランドに紹介した人と言われている。 また、ジャンシベリウスやフランスエーミル・シランペイが集う文学サークルの間にいるという。1916年に、ユーハン・ビルヘルム・スネルマンの孫娘で画家のアンナ・ロビサ、スネルマンと結婚した。彼は、ヘルシンキ大学の講師とトゥルク大学の教授として、働き、1930年に、ヘルシンキ大学の理論哲学教授に任命された。1930年代、カイラは、 ウィーン楽団と関連付けられていることが多い。1953年から1957年頃の英のカイラ。第二次世界大戦中、カイラはドイツで抗議した。1948年にはフィンランドアカデミーの会員になった。1958年7月31日、キルッコの海で死去した。 論理実証主義に深く影響されて、経験に基づかない推測を批判したものの、カイラは、その著作のすべてで、全体論の、そしてほぼ半信論的と言えるほどの事物に対する理解を目指していた。心理学では、自然主義のアプローチを取った。彼の著作、ペルソーナ・リスースは、哲学の一面もある心理学の研究であり、 心理学現象の生物学的本質を重要視した。晩年には万物の理論を構築しようとしたターマナルコザラタットオストダイグランダがアイネス、ユニテレスケンネイチャーベグラフスという大型研究の連作となる予定の著作を出版したが、フィンランド以外では帰り見られなかった。第二次世界大戦の終戦以前に国家社会主義への支持を撤回したが、彼は 正方と東方の思想の差について書き、民主が機能するには人類の同質性が必要であると主張した。戦後、カイラのエドビン・リンコミエスとベイッコ・アンテロコス・ケンニエミとの親友関係が政治的に影を落とした。カイラの最も有名な学生はケンブリッジ大学のルートビヒウィトゲンシュタインの後継者であるゲオルク・ヘンリク・フォン・ウリクトだった。カイラが称えた。 ドイツの影響を深く受けた分析哲学及び関念論の哲学はフィンランドの哲学界を支配、その風潮は1980年代に大陸哲学の影響が現れるまで続いた。カイラはヘルシンキ大学の心理学実験室を創設、次の世代の心理学者を教育した。彼は心理学における博士学院の設立に貢献、エドヴィン・リンコミエスと共に、 政治学部を設立した。ありがとうございます。